通信方法の回路の図解の位置、例電話とは、音声を電気的信号に変え、離れた場所に伝達し、これを再び音声に戻すことで、相互に通話できるようにした通信方法。電話の種類は、様々な方法で分類可能である。例えば、伝送途中の信号の形式を基準とすると、アナログ電話、デジタル電話と分類される。電話は、一般的には、 信号の伝送に電流や電波を用いる。光ファイバー中に流される光を利用することも広く普及している。あまり一般的ではないが、技術的には一応、光線電話というものもある。光を搬送波として使用するもので、空間交通信の一種。直線で互いに見通せる範囲内でしか通信できないが、高速大容量の通信が可能。 可視光線以外に赤外線も用いられる。近年ではデジタル式もある。また特殊用途で水中電話という超音波を利用するものもあり、アナログ式とデジタル式がある。電話の歴史を参照も、ともとは音声を電流の変化に変換し、それをそのまま相手側の装置に伝送し、相手側の装置で電流を音声に変換した。 20世紀末頃から普及したデジタル式電話では、変調や復調といった手順を含む、多くは得られた情報からのベースバンドを、さらに伝送経路上で符号化する方式で、伝送している。経路上の回路は複雑になるが、送電経路上の情報の送受信の効率が上がり、情報量や品質が良くなるというメリットがある。詳細は、電話回線を、参照19世紀、 電話の歴史の初期には、2台の電話機だけを用いて、その間を2本から4本の動線でつなぎ、それを繋いだままにしておき、常に2台の電話機の間だけで通話を行う素朴な電話がしばしば用いられた。現代でも特殊な場所では、そのような電話機がわずか2台だけでその間を一筋の被覆電線で結び、他の電話機とは一切通話できないような、 素朴な電話が設置されることもある。電話の歴史の初期の状況として、例えばある田舎の町に電話機を設置した家が数十軒ほどあり、その中の任意の2台の電話機の間で通話を行うという場合を想定してみる。このような場合、すべての電話機同士の間に電線を張るのではなく、ハブとなる場所を1箇所作り、その電話局と各電話機をつなぐ電線は付接しておき、 電話局の中で通話する電話機2台から伸びてきている電線と電線を接続するという方式にすれば電線の長さの合計が短くて済むということになる。19世紀末や20世紀前半は電線の相互接続の切り替えは主として人間が人手で行っていた。電話の電線を相互に接続したり接続を切り替えてやる業務を交換業務といい、それを行う人を 交換手や電話交換手といった。そして電話局にはスイッチボード、電気技術的に見るとパッチパネルを用意し、それを用いて電話同士を電気的に接続してやる方式が素早く相互接続してやることができ、接続を切り替えるのも簡単で広く採用された。例えば20番さんが35番さんとの間で通話をしたいと交換手に行ってきた場合、 交換手は一本のケーブルを用意しその両端の端子をパッチパネル上で20番と書かれている穴及び35番と書かれている穴に差し込んでやれば良いわけである。その後、通話先を音声で交換手に伝えるのではなく、電話機のパルス発信で機械的に伝える方式が開発され、手作業でやっていた相互接続やつなぎ替えの作業を自動で行う機械も作られ、 徐々に広がっていった。現代では通常電話のシステムは電話機一機対電話機一機とはなっておらず通話を行う時にだけ電話交換機で複数の電話機をつなぐ回線を確保する方式が取られるという説明になるわけである。現代の電話回線は自動交換機で世界的に相互接続され巨大な電話網を形成している。固定電話、携帯電話、 衛星電話、IP 電話など、多種多様な電話の相互接続や無線呼び出しへの発信も可能になっている。人間の音声での通話のためだけでなく、1990年代にインターネットへのダイヤルアップ接続などのコンピュータネットワークにも利用されるようになった。詳細は電話機を参照電話機というのは電磁誘導の原理を利用し、音声を電気信号に変換し、 電気信号も音声に変換するための機器である。交換機の動作との関係に着目すると次のように分類できる。また、電話回線を使って画像を送受信する機器はファクシミリという。ファクシミリ、副写機、イメージスキャナなどを一つの筐体に収めたデジタルジム、機器は複合機と呼ばれる。音声と同時に動画を送ることができるようにしたものはテレビ電話という。 詳細は公衆電話を参照公衆電話は街灯や公共交通の乗り物などに設置され、硬貨、トークン、プリペイドカード、クレジットカード等で利用可能な電話を有。う。家庭やオフィスなどの建物に固定して設置され、月ごとに通話料金を支払う優先式電話を固定電話という。移動式電話はかつての自動車電話やその後に登場した。 携帯電話などである。移動式電話には電波で局と回線をつなぐ無線電話や人工衛星を利用して回線をつなぐ衛星電話などがある。市内通話単位料金区域内発議の固定電話による電話のこと。市内電話とも言う。市外通話市内電話領域外への電話のこと。市外電話。国際電話国外へ電話をかけること。国際通話。 コールバック発信側が呼び出しを行い、着信側が発信側の電話番号を終えた後一旦回線の解放を行い、着信側が発信側を呼び返す通話。サービスが拡大すれば必要な施設を設置する投資も不可欠だが、投資を回収するまでの時間が生まれれば、すべての利用者に一度にサービスを提供できないことで、石体が生まれた。 しかし、郵便と違って利用者を拡大すれば、相対的に個人が負担する費用はだんだん減る。法則が電話にはある。言い換えれば、一つの事業者の電話線の設置面積が拡大すればするだけ、利用者の負担は一定の水準まで軽くなる。同時に運営事業者が過藤競争で倒れた場合は、利用者へデメリットが生まれる。この結果として、積対率解消。 かつ公共サービスのコストの面から電話の事業体は公益性を追求する官営化、ローカル地域と機関網を分けた上で公社については、ある程度まで行政の裁量で独占を許す形の民営にするかの選択を国は迫られることになり、敗戦後の日本は事業体の形態を公社とすることに決定した。1980年代の通信自由化において、 この論争は再燃することになるが、日本における電電公社民営化の過程については、井上照る著、電電民営化過程の研究が詳しい。インターネット時代の到来によりまた新展開が開けていった。小学館、日本大百科全書、電話、谷口伊佐夫、図解入門によくわかる、最新通信の基本と仕組み通信の常識、第二版集和システム、2007年、 67ページ、谷口伊佐図解入門によくわかる、最新通信の基本と仕組み通信の常識、第2版集和システム、2007年、64ページ、谷口伊佐図解入門によくわかる、最新通信の基本と仕組み通信の常識、第2版集和システム、2007年、70ページ、詳細は、電話マークを、参照電話のマークは、電話、電話、電話、 郵政博物館、低新総合博物館が、東日本大震災で閉館後、通信文化協会が運営していた部分が、スカイツリーに移転。NTT 技術資料館、低新総合博物館が、東日本大震災で閉館後、NTT 東日本が運営していた部分の一部の展示物が展示されたところ、ありがとうございます。